はい、フリーライダーに使われて過ごせるひまりで,です。N 国衆議院選挙立候補予定者、非公式人気投票開催中ということにやっていきたいと思います。えーとですね、えー、NHK から国民を守る動画、衆議院議員選挙に立候補者を立てる予定になっています。こちらの中で、え女性の方を20人おられるんですけども、その中で誰が可愛い誰が好きということでね、えー、アンケートを実施中です。 えっとですね、えー、概要欄に貼っておきます。また、えー、ここ10人しかいないんですけども、本当には20人いるので、えー、これは僕の好みで、えー、可愛いかなと思った、こう、10人。 まとめてみました。はい。以上です。って感じなんですけども。えー、概要欄の方にですね、全体、えー、に、えー、アクセスできる、えー、と、NHK から国民の人の公式ページの衆議院議員の特設ページのリンク貼っておきますので、えー、そちらでね、全体を見た上で、えー、同じく概要欄に貼っておきます、私の、えー、アンケートフォームの方から、えー、投票してください。えー、今回はですね、前回の、えー、好きな党員、嫌いな党員のランキング、 N 国関係者ですね。関係者ランキングの時とは違って、Google の機能としての、えー、多重投票の禁止をやってます。えー、理由としては前回なしにして自分で手動で、あの、外したんですけれども、あの、見抜くの結構大変ですし、全部が全部見抜けるわけではないというのは前回の動画でも言ってたんですけれども、その辺があるのと、 やるのがあまりにも大変だということで、今回試しにね、えー、Google さんの方の機能の方で、えー、禁止させていただいております。なので、一人一票です。はい。なのでね、えー、よろしければね、投票してみてください。えー、と、結果発表はこちらの動画、えー、こちらのチャンネルの動画で行います。えー、いつまでにするかも、こちらの動画、もしくは、私の Twitter、いつか笑って過ごせる日までの Twitter で行いますので、えー、よろしければね、チャンネルと Twitter、えー、両方登録していただければと思います。えー、まあ、 ちょっとね、期限まだ決めてないんですけれども、いつになるか分かんないんですけれども、えー、決まり次第ね、えー、動画とツイッターで報告させていただきます。そして結果は動画で。えー、で、えーまあ、結果発表しましたよっていうのは、えー、ツイッターでもつぶやきますので、えー、繰り返しになりますが、両方登録していただければと思います。はい。ということでですね、えー、よろしければ投票していってください。はい。あ、えっ、ー、と、一つ忘れてました。えっ、ー、と、飯沼里香さんとか、えー、田村麻也さんとかは別名があるので、 え、別名が一緒に書いてあります。えー、飯沼さんのは赤津さんという名前で、つい、ふ、つわりついたりじゃない、ふ、ふわっちかな。でやっておられます。また他の方の動画でね、えー、N 国関係者の動画の中で赤津さん、赤津さんと呼ばれているのはね、えー、その方がこの方です。えー、で、田村麻也さんの方は、まやという、アルファベットまやという名前で、えー、 歌手として活動されております。そちらの方もね、一応別名ということで、アルファベットマイヤーも書いてあります。他の方ちょっとわからなかったので書いてないんですけれども、もしも他の方でも、こういう別名があるよっていうのを教えていただければね、追加していきたいと思います。えー、よろしければ皆さん投票していってください。そしてチャンネルとツイッターの登録よろしくお願いします。えー、フリレータのいつからって過ごせる日まルで,でした。